ホグワーツレガシー、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、試練だと思うんだけど、なんか、えらい世界に来ちまったぞという感じなんだけど、これどこ行けいいの？なんかマントを手に入れて透明になれたからあれか。透明になれたからこう突っ切れるってことなのか。ずーっと見つかってんだけど、なんなの？え、本当に見えねえのこれ。違うな。これやっぱ向こうか。こっちか。え、突っ切れんのここ。あ、透明だから。姿が見えない。もっと近づけそう。あ、そう？じゃあ、行かせてもらいますね。ようやく解放された。こっちに進もう。ニーフさん、どこですか？この顔怖いんだよな。地から逃れられても私は見つけられないようね。探し続けて。でも今回は隠れられないわよ。は？目の前の杖を振って、並外れた力を無駄遣いしないことよ。何それ謎の杖。え、どうすんの？感じたことない。あ、こういうことか。あ、はいはいはい。こういうのが来ても奴ら殺せんのか。じゃあ、いけるか。おら、えい、痛い痛い。やばい。はい、危ない。はい、よし、危ない。やばい、ほら、オッケー、酒進もう。この呪文しか使えないのか。不便だな。おら、痛い。よいしょ、はい、邪魔だ。はい、危ない。ん？はい、よし、まだいいのか。危ない、痛い。はい、はい、やばい。はい、よいしょ。まだいるよな。よし、先進もう。魔法植物は一応使えるんだな、ここ。よし、はい。なんでこの4つの呪文なんだろう。ボス戦だよ。あ、効かねえ。やばい。はい、お前じゃない。やばい、危ない。はい、
おら、はい、よし、やばい、はい、よいしょ、よいしょ、危ない、危ないって言ってんでしょ、はい、2万、すごいよダメージ量、いった、回復、はい、やばい、危ない、はい、よし、危ない、よし、これトロール倒さないと無限湧きかな、そんな気もしてきたぞ、やばい、あ、はい、痛い、よし、まず、オッケー、トロールも湧いてくんのかよ、マジかよ、はい、よいしょ、はい、やばい、はい、よいしょ、危ない、はい、よし、はい、オッケー、やっとか、え、終わりじゃない、まだ来んのかよ、よし、わー、やばい、はい、おら、危ない、はい、おら、やばい、よいしょ、はい、危ない、はい、よいしょ、危ない、やばい、はい、いや痛い、くそ、やばない、やばい、よしよし、邪魔だ、はい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 、痛い、やばい、はい、よし、2万ダメージ、2万もそんなでもないんだよな、やばい、やばい、はい、オッケーオッケー、あとこいつらだけだ、痛い、はい、オッケー、落ちろ、よし、もういいか、納得した、納得したな、よし行こう、納得したのかな、まあええかぐらいに思ってくれたのかもしれん、終わりか、もう終わりだな、違うな、このドア開きそうだな、普通の石だ、もらっていいのかな、普通の石は光らんのよ、何？
この先で嘆き悲しい。まだあるのか。交わして。ミフは。交わして。かわいそうなミフ。まだまだ。彼女の思い出を大事にしていきましょう。めっちゃ待っとる。石の試練を完了する。私を見つけたわね。でも怒ったことは取り消せない。石の魔法はかつての私の影を召喚することしかできない。ん？記憶を追体験する。光なき闇が存在しないのと同じく闇なき光もない。暗闇を消せるからといって消すべきとは限らないのよ。ああ、臭いものに蓋をじゃないか、それは違うか。私の記憶を見るなら覚えておいて。ああ、これね。イシドーラ、お父様のために立派なことをしたわね。そうでしょう。パーシバルは考えすぎよ。感情のことも魔法の痕跡のことも心配ない。封じ込める方法が見つかったから。やめてないのね。ゴブリンの銀よ。これをゴブリンに教えたの？大丈夫よ、使い道まではわからない。どんな悪影響があるかわからない。感情に闇の痕跡。パーシバルみたいね。あいにく確信してるの。あれは力の源、集中点よ。仕組みはわからないけど魔法の力を高めてくれる。理解できないわ。役に立つと思うわ。そういう力をもてあそんではダメ。誰かに。父さんは楽になったわ。ニーフ、いい点を考えてみて。誰もが苦しみを抱えているのよ。何してるの？吸い込んで。感じるでしょ？イシドーラ、やめなさい。何もかも。ずっと隠していたのはこの力が怖いからでしょ？私はこれを受け入れる。この力の先っていうのが終着点があそこなのか。どうなんだろうな。主人公がどういう道に進むのかでなんか分岐しそうだよね、こういうの。本当か？最初の3つの試練を突破した者がいるのか？はい、突破しました。だが君は見るからに若い。知ってます、バカー先生ですね。ああ。はじめまして先生。今見せてもらった記憶ですけど、イシドーラは苦しみの感情を吸い取ってたんですか？そうだ。おぞましいと思いました。どうしてあれが力に？ちゃんと操れるものなんですか？あれはおぞましかった。それなのに君はあの力のことを尋ねるのか？私のペンシーブがどこにあるか君に教えるのははばかられるな。力には責任が伴うということを理解していないだろう。責任なら分かってます。先生はご存じないでしょうが、
ランロクという危険なゴブリンがルックウッド城の保管所に入ったんです。奴はその中身を利用して大きな力を手に入れました。その力で魔法族と戦うつもりです。時間がありません。そうか。だが誰かと分かち合う前にもう少し検討しなくては。私の記憶から得られる知識にはとてつもない価値があるのだ。他の守護者と協議する。時間をもらうよ。お前が嫌なだけじゃねえか。他に手はなさそうだ。実に苛立たしいな。バカー先生に話したろう。イシドーラが力を得るために感情を吸い取っていたとな。ええ、イシドーラは自分の父親にしたようにフィッツジェラルド教授から無断で感情を吸い取ってました。恐ろしい。それだけじゃなく、魔法の痕跡をゴブリンの銀の中に保管する方法も見つけたと言ってました。保管場か。おそらく言いそびれてたんですが、ブラグボールという金属鉱のゴブリンがいて、ランロクは彼の日記にあった5人の名前と結びつく地点を掘り進めてるんです。5つの名前。守護者か。あとは誰だ。イシドーラ・モンアナークか。そうです。だからグリンゴッツでも塔でもルックウッド城でも先を越されてしまいました。守護者が次の試練の場所を示してくれずとも、せめてランロクの監視を続けようではないか。さらなる情報につながるかもしれん。そうですね。ロドゴクの話を聞きたいです。ドリルの件以来音沙汰がなくて。もうご存知でしょうが、ポリジュースの計画は渋よく行きましたよ。そうだな。ブラックの邪魔をする仕事はできすぎだったかもしれん。彼がファイアウイスキーで悪酔いするとは。なんかヨタヨタってなってたけど大丈夫？さて、次何のクエストが出てくるか。多分ね、フクロウがいろいろ来て話は進むと思うんだけど、あとはアバダが欲しいんだけどな、そろそろ。セバスチャン。あんな風に言うべきじゃなかった。おう。一緒にサマーヤの謎を解決したい。どうか南海岸まで会いに来てくれ。最後のキャンバスのかけらを探そう。いいよいいよ。へぇ。あれ？ボンバーダ？持ってるんだけど。ああ、砲撃競争に参加したいんだけどな。ディーク。ああ、不死鳥捕まえれんのかな。でも、セバスチャンの方進めていきたいな。じゃあ次回これ進めていきましょうか。どこだろう。ワールドマップ。あ、でもやっぱこっち行かないといけないんだ。あー、そうかい。じゃあ一回ここさ、どうやって行くかちょっと行ってみるか。一回ね。じゃあそれでは次回ここからやっていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。